えーっと、じゃあ API Monitoring with OpenAPI and Ecosystem Using Schema について発表を始めます。昨日発表練習したんですけど、だいぶ早口になっちゃってたので、聞き取りやすいとことで喋るように頑張ります。まずは自己紹介から。万事渡ると言います。LINE のベルラ室で SRE として働いています。 前の会社では新卒から3年くらい、オープンスタックやネットワークの研究開発、保守みたいなことをやっていて、現職では SRE として監視システムのデザインや実装、運用ポリシーの管理や改善に取り組んでいます。趣味は筋トレと音ゲーで、最近は髪をいろんな色に染めるのにハマってます。ちなみに今日は銀髪です。よいしょ。さて。 今日は僕らが作った API モニタリングの仕組みについて話すつもりです。開発に至るまでの背景から具体的な設計や運用のイメージ、将来の計画までカバーして皆さんが取り組みの全体像をしっかりイメージできることをゴールにしようと思っています。まずは今回の取り組みの対象となるプロダクトについて簡単に紹介させてください。Linebell だと言います。 ベルダ室という部署で開発運用されていて、日韓横断でだいたい70人くらいが開発に関わってます。ちなみに今着てるのはチームで作ったベルダ T シャツです。ベルダとは何なのか簡単に言えば LINE 内部で使われているクラウドプラットフォームです。シンプルに言えば社内向けに提供している AWS みたいなサービスで、LINE の開発者がプロダクトを開発、 サービスする基盤として社内で広く使われています。スライドに表示しているのはベルダで利用できるサービスの一部です。市中のパブリッククラウドと比べると提供している機能は少ないんですけど、その分社内の需要に合わせた機能開発や、よりユーザーに近い位置からのサポートの提供をしていくことを目指しています。ベルダのスケールは国内企業のプライベートクラウドとしてはかなり巨大で、 VM だけで6万台以上。ベアメタルサーバーも含めれば9万台弱というボリュームになっています。利用規模は年々加速度的に拡大していて、LINE のコアのサービスからの利用もどんどん率が上がっているという状態です。僕が入社したのが2019年度なんですけど、そっから数えても今では整数倍くらいのオーダーでインスタンス数が増えています。かなりの成長速度です。 さて、ざっくりと僕らのプロダクトについて説明したところで、本題である API モニタリングの話に入っていこうと思います。デザインや実装について話す前に、まずはどうしてそのような仕組みを開発しようと思ったのかというモチベーションに当たる部分について振り返っていこうと思います。サーバーメトリクス is not enough って書いているんですけど、これの背景として、 ベルダのサービス間依存の数が増えてきたという事情があります。ベルダは年に数個は新規サービスをリリースしていて、それらのサービスはイヤースやロードバランサーなどの他のベルダサービスに依存した設計になっていることが多いです。サービスの数が少なかった頃は個別のトラブルについての解析も楽だったんですけど、サービスの数が増えた現在では特定のドメインの障害が他のサービスのどの機能に影響を与えているか、 とということを調べる難易度がが大ききく上がってきました、またイヤースなどの基本的な機能についても、例えば、ハイパーアバイザーの数が昔より大きく増えているなどの事情で、何か間違った実装をデプロイしてしまったときなどのサービス影響が大きくなっていたり、テスト環境との環境差が大きくなっていて、本番環境でしか気づけない問題の処理が増えたりみたいな状態になっていました。 じゃあ、調査のヒントになる監視周りのデータはどうなっていたのかというと、メインはサーバー上のプロセスの死活監視がメインで、特定の機能のサービスステータスについて調べようと思うと、ログの手動検索が必要な状態でした。これが NotEnough って部分ですね。いくつかのサービスは自前のサービス監視を運用していたんですけど、そのような情報はベルダ全体に広く広まっている状態ではなかったので。 他のチームの人がそのようなデータを参照できることを知らなかったり、いい監視方式を作っていても、それをチーム間で横展開するみたいなことが起こりにくい状態だったので、それぞれの取り組みの効果は限定的でした。ひとまず、この状態は良くないということで僕らが考えた改善手段の一つが API モニタリングで、それぞれのベルダーサービスのステータスを機能別に観測するための一手段として、API のパスやメソッド、 つまり、サービスの機能別のメトリクスを生成、取得する方式を汎用化して、ベルダの各サービスに導入しましょうという話になったわけです。その話を実現するにあたって追い風になったのが、ベルダコモンプロキシーというソフトウェアの存在でした。実は、僕がさっきのような問題意識や解決策を考える以前から、 ベルダのクバニテスチームも似たような課題感を認識していて、解決策の一部になるようなソフトウェアを開発していました。それがベルダコモンプロキシというシンプルなプロキシで、具体的にはオープン API のスキーマを参照して API メトリックスの管理やリクエストのバリデーションを行うものです。一般的なユースケースとしては、クバニテス上にデプロイされるサーバープロセスのサイドカープロキシーとして動作させることを想定しています。 また一部のチームではアクセスログの記録のためにすでにコモンプロキシーを導入していたのでさっきのモチベーションを満たすような実装の導入の難易度が低い状態でしたそういう背景もあって最終的にはプロジェクト立ち上げからだいたい34ヶ月くらいでかなり多くのサービスにこの仕組みを導入することができました 次は API モニタリングの大まかな実装アイディアについて。コモンプロキシーという便利なパーツがあるにせよ、スキーマをどのように管理するかだったり、メトリクスやロゴグをどこに流すかみたいなところは新しく設計が必要だったので、そのあたりの基本的な設計についてざっくりと紹介していきます。これは、クバインテス内にデプロイされるサーバープロセスと API モニタリングに必要なパーツをどのように組み合わせるか。 っていうのを簡単に図示したものです。左のドキュメントがクバ t e スのデプロイメントマニフェスト。右の図はデプロイされたポットと主要なデータフローを表現しています。このスライド内で説明したいのは右側の方で、コモンプロキシーの動作として、ポット起動時にスキーマコンテナーから OpenAPI のスキーマを取得し、イニット完了後に来た HTTP のリクエストに対して、 メトリクスの発行とサーバープロセスへのルーティングを行っています。リクエスト、レスポンスに関するメトリクスは、コモンプロクシー内部でカウンター、ゲージとして保存されていて、ポット外部のプロメテウスから定期的にスクレープされるようになっています。左側のマニフェストについてなんですけど、ここではサーバープロセスのバージョンとスキーマのバージョンがセットで管理されていて、 これによってアプリとスキーマの整合性を保障しています。スキーマコンテナーは具体的には Engine X とスキーマファイルの組み合わせで、Engine X がルート以下にスキーマファイルの一覧を持っているだけのシンプルなイメージになっています。イメージはスキーマを管理しているリポジトリのコミット ID ごとに生成されていて、コミット ID をそのままバージョン名として利用しています。 サーバープロセスのコードとスキーマが別々に管理されているとスキーマ側が追従できてないみたいなことはよく起こり得ると思うんですけどこういう工夫でそれをできるだけ回避するようにしていますそこまで聞くといや待てよと逆に言えばアプリケーションとスキーマは別個に管理しないといけないのって疑問が出てくると思うんですけどそういうことではないですというのもコモンプロキシー側のコンフィグで スキーマ取得用の URL を設定できるようになっており、サーバープロセス側からスキーマを取得することが可能です。つまり、Fast API や GoA Design などのスキーマベースドな Web フレームワークで実装されたアプリケーションとはかなり親和性が高いということができます。コードとスキーマが単一のコードで管理されます、加されているので、そのあたりは作りやすいですね。 僕としては今後開発されるプロダクトはむしろそういうものを使って実装していくことを強く推奨していきたいと考えています。このあたりのスキーマとサーバープロセスの関係性の記述に関する柔軟性は特に意識してデザインした部分です。さて、ざっくりとシステムデザインやスペックについて解説したところで、 コーンプロキシーからどういうメトリクスを取得できて、どういうデータを確認することができるのかというところを掘っていこうと思います。スライドに書いてあるメトリクスが主なもので、リクエスト数のステータスコード別の合計、0点し、リクエストサイズやレスポンスのサイズ、現在サーバー側で処理中のリクエストの数を取得しています。ステータスコードごとのリクエスト数については、 スキーマでのバリデーションによって違反されていると判断されたものは特別なラベルをつけてカウントされるようになっています。このエラーってとこですね。これによって、例えばサービス間の連携部分がスキーマの変更に追従できていないというケースを検出することは可能です。パスについては、Open API の定義に従ってパスパラムが抽象化された形で記録されているので、 ラベル量も最低限に抑えられています。これらのメトリクスによって、リクエストの成功率や処理に時間のかかっているリクエストの種類、マニアックなところだと、不合理にレスポンスサイズの大きい機能や、スキーマに違反したリクエストの数なんかの統計データを計算することができるようになっています。一般的な API サービスの SLI として使われるような種類のデータは、おおよそカバーできているかなという感覚です。 ちなみに、さっき説明したようなデータはグラファナで可視化していて、グラファナで設定したタイムレンジでのサービスレベルを表示できるようになっています。さっき紹介したメトリクスの、えー、とラベルから API モニタリングが有効になっているサービスを自動的に識別する機能が入っているので、ゼロタッチでグラファナの表示対象に追加されるよう工夫されています。 次はもううちょっっとととマニアックかかつつ重要なこころをいいいく掘て思ますまずはベルダコモンプロキシーの話です。このプロキシーはさっきまで説明していたスキーマベースのメトリクスロギングだけではなく、OSN 等の機能も備えた便利屋です。ベルダのサービスの認証基盤は基本的にオープンスタックのキーストーンを使っており、 コモンプロキシーはリクエストに含まれるトークンをキーストーンを使ってバリデートしてユーザーやプロジェクト、ロールなどの情報を新規ヘッダとして HTTP のリクエストに追加してサーバープロセスに受け渡す機能を持っています。また、そのユーザーなどの情報はアクセスログにも記録され、まあ、例えば何か悪さをしているリクエストがどこから発行されたものかっていうのを特定するヒントになるように工夫されています。 将来的にはここに OSZ の方を扱う機能を追加することを検討しています。それができると、サーバープロセス側に R バックみたいな面倒な処理を実装する必要がなくなるので、さらに便利に使えるんじゃないかなと思っているところです。また、API モニタリングを実装するにあたって、いくつかコモンプロキシーに新規機能を実装したんですけど、その一部については、インターンに来てくれた人がブログ記事を書いてくれてます。 かなりいい内容なので、下部のリンクからぜひ記事を読んでいただきたいです。こういう機能をインターン生が爆速で実装してくれてとても助かりました。次はメトリクスの保存についてですね。各ポットへクラスタ内のプロメテウスがスクレープを仕掛け、それをリモートライトで中央の TSDB に集約するデザインを採用しています。 クラスターはベルダのリージョンごとに用意していて、中央の TSDB はすべてのリージョンのメトリクスを集めています。ベーシックアイディアのところで触れたグラファナは中央の TSDB からデータを取得していて、アラートも定義に従って TSDB に定期的にクエリを発行するような動きをする VM アラートというアプリを使って発行しています。また、 メトリクスだけでは具体的にどんなリクエストが悪影響を与えているかみたいな調査のためのデータを十分に提供できないので、アクセスログも調査用に保全しています。現在のところは各ポット内にサイドカーとしてデプロイされているフルウエント D から中央のエラスティックサーチにレコードを送信するモデルを採用しています。これによって開発者は一つのキバから D ジョン横断的にアクセスログを参照できるようになっています。 ただ、各ポットごとにフルエント D を置くデザインはあんまりリソース効率が良くないので、ここはデーモンセットみたいな形にリファインしていきたいと思っています。では、今回紹介した仕組みが実際にどういうオペレーションで役立ったかについて、一つ事例を紹介します。発生したインシデントは、 VM のネットワーキングを管理する API サービスの性能が、ハイパーバイザーの設定変更に均一したリクエスト数の増大によってガクッと性能が落ちてしまったという事例で、API モニタリングによって影響を受けている機能や解決策のヒントを得ることができました。具体的には、どのパス、メソッドに対するリクエストが大きく増えたか、リクエストがどのくらいサーバープロセスの中で処理中のまま溜まっているか、 リクエストが来る頻度と、それぞれのリクエストからレスポンサーが帰るまでのレイ零点者はどれくらいかみたいなことを API モニタリングから得られたメトリクスによって調査し、ポット数を増やせば解決できるという仮説を検証していったという流れです。これは当時の Slack のポストとグラフ,グラファナの,のグラフで、ポットを増やすオペレーションによって処理中のリクエストの数がガクッと少なくなり、 健全な状態に戻ったことが確認できたというものです。オペレーションの効果を即時かつ定量的に確認できるというのも監視の重要な役割で、そういうところにこの仕組みを役立てられてよかったなと思っています。ここからは、将来計画についてです。API スキーマを各サービスが持っているという状態は、監視のみならず、 いろんな範囲の取り組みに役立てられるので、まずはその辺りの展望から紹介していきます。まず、今、ベルトが持っている課題として、UX があまり良くないというものがありますま。UX にもいろいろ種類があるんですけど、ここで挙げるのは具体的には、ユーザーから見えるサービススペックがあんまり明確じゃないってところです。ドキュメントが見やすい形に構造されていなかったり、 ちゃんと更新されているのが分かりにくかったりだとか、そういう部分に課題を抱えています。ベルダーの各サービスの稼働状況もユーザーに向けて明確に公開されている状態とは言えないので、そういう状況でユーザーがベルダを信頼して使っていくっていうことはちょっと難しいだろうなっていうのが個人の感覚です。API モニタリングの実装の中で追加した要素はこれを解決するための良い,い材料になると思っていて、 例えば、スキーマをベースに API ドキュメントを自動生成し、ユーザーに公開する仕組みを作ることを考えています。実装イメージですが、ベルダの各サービスは、キーストーンのサービスカタログからエンドポイントを参照することができるようになっているので、それぞれのエンドポイントにスキーマを出力する共通のパスを用意してあげて、ドキュメントサーバーがカタログから各サービスのスキーマを収集して API ドキュメントをビルドするみたいな仕組みを考えています。 この仕組みのいいところは API モニタリングの仕組みによってサービスの実態と API スキーマが同期されていることが保証されているということでユーザーは API ドキュメントの陳腐化を気にせずにこれを信頼することができますまたベルダではリージョン間で段階的に新機能がリリースされたりリージョン間で仕様が微妙に異なるみたいなことが稀によくあるんですけど そういうところについても、どのリージョンでどの機能が使えるかみたいな情報が API ドキュメントという形で自動的に更新されるので、そういうところのユーザービリティも上げられそうです。あと、ちょっと前に話したコモンプロキシーのオース Z 対応みたいなところをうまく組み合わせると、それぞれの機能の実行に必要な権限の情報もドキュメントに統合できるので、さらに親切なドキュメントになるんじゃないかと思っています。 このあたりの自動化はユーザーから見た価値が大きいので今年中にやるつもりで計画しています。またサービスステータスについても API モニタリングのメトリックスから計算したサービスレベルやヘルスチェックステータスをドキュメント側から参照することで数種類のタイムレンジでのサービス稼働率なんかを簡単に見ることができるようになることを目論んでいます。基本的なデザインとしては ユーザーがブラウザで開いているドキュメントからダイナミックに各データソースにリクエストを飛ばすような仕組みを考えています。こういう情報を一覧化したページがあれば、障害発生時に影響範囲をユーザーにすぐ通知できるようになるので、これも優先的に進めていきたい取り組みです。とはいえ、サービスステータスを機能別に参照しようと思うと壁がいくつかあって、そのうちの一つが、 非同期なリクエストの結果は API モニタリングの仕組みでは観測できないということです。例えば、VMCreate みたいな API は、VM のスケジュール完了時点で 202Accepted を返すので、実際にハイパーバイザー上で正しく VM が作成されているかということは、ステータスコードから確認できません。これについて20、202が返った比率をユーザーに伝えても、ユーザーが本当に望んでいる情報とは大きなギャップがあるので、 それを埋めるための追加の監視の仕組みが必要です。実装方法としては、OpenStack のリクエスト i d の仕組みを使って、メッセージ給などを通して非同期に処理されている内容を追跡したり、処理完了のメッセージを拾って、SSH 接続などの簡単なテストを実施して、その結果を記録するみたいなことを考えています。もちろん VM だけじゃなくて、 ロードバランサやマネージド MySQL みたいなところにも同じような課題があり、おそらく個別に手段を実装していかなければいけません。このあたりのデータをうまい,とうまいこと API メトリックスと連携させる方法についてはまだ全然アイディアがなくて頭を悩ませているところです。将来計画を含めた API モニタリングとその周辺サービスの全体図がこちらです。 今回テーマになってた API モニタリングについては、この部分ですね。データは基本的に TSDB に入るので、さっき話したようなサービスステータスみたいなデータをここから取得する想定。で、クラスタ内外から、ちょっと図には表現できてないんですけど、ブラックボックスモニタリングを仕掛けた結果についても同じ場所に格納して、単純な API サーバーダウンからネットワークレイヤーのトラブルまでを、まあ、開発者が切り分けて分析できるようにしたいと思っています。 スキーマを使ったドキュメンテーションはこのあたりですね。API ドキュメントだけじゃなくて、引きの要件やサポートポリシー、Q&A なんかもドキュメントとして記述したいので、Git ディポジトリで管理されたマークダウンの変換機能と合わせて、統一的なドキュメントサイトとして管理していきたい思いがあります。全体を通して、フューチャープランを含めてかなり綺麗な図にできたなと思っています。個人的には、 綺麗な図に落とせないシステムデザインはどっかに欠陥があるっていう思想を持っていて、今回の図はとりあえず商来計画としての旧大点は取れ,か取れているかなと安心しているところです。まだ絵に描いた餅なんですけど、美味しいお餅になるといいなと思ってます。あとは、開発者向けの改善として、今回の API モニタリングやロギングの設定なんかを統一的に行うためのクワイテス用のインターフェースを整理したり、 ユーザーからのリクエストや質問をサービスやドキュメントに反映させるためのフローを整理したり、みたいなことを計画に入れています。スキーマのバージョンなんかは単純にデプロイメントに入れればいいんですけど、例えば、プロメテウスに拾ってほしいサーバープロセス側のメトリックスに関する設定だったり、ログのパースルールみたいなところは今のところ開発者依存で設定されていて、統一されたインターフェースがない状態です。 SRE チームとしては、メトリックス管理やロギングパイプラインなんかは共通のものをマネージして開発者に提供したいと考えていて、そのあたりのインターフェースを抽象化してあげて、プロメテウス側の設定やフルエント D の設定、あとは、その裏側にあるデータフローなんかをできる限り開発者から隠蔽してあげようみたいなことを検討しています。また、サービスに関する要望やサポート頻度の高い質問などについては、 ちゃんと開発者側で拾ってドキュメントやサービス仕様に反映するためのルートをちゃんと整備したいと思っているので、これは GitHub の機能をうまく使って一段化できるようにして、開発チームと SRE の間でタスクアサインや総合レビューみたいなことを円滑にできるようなポリシーを決めていこうと思っています。はい。結構話が広がっちゃったので、まとめに入りますね。 まず API モニタリングによって各サービスの API についてかなり厳密な監視ができるようになりましたという話ですね。それに加えて API スキーマが各サービスにおのずと整備されるので将来的な改善に向けてとても便利に使える下地ができましたよというのが今回の発表でメインで言いたかったことです。ユーザーに向けた将来計画をざっくり2種類に分けると 一つ目はこの仕組みをユーザーにとっての価値に応用するために、ドキュメントやサービスステータスなんかを見せる仕組みを整備していきたいねというものです。このあたりはユーザー提供に向けてすでに計画が動いていて、うまくいったらまたどこかで皆さんに共有したいと思っています。二つ目は API モニタリングとは別に新しい監視の仕組みを作っていかなきゃいけないという話で、そのターゲットが非同期な処理の処理結果についてです。 そして、そのデータを既存の仕組みとシームレスに連携できるようにしたいねという話で、ここはまだ取り掛かれていないところです。開発者に向けていろいろ便利なインターフェースを用意しようという話を3つ目に入れるか悩んだんですけど、スライドの構成的にカットしました。まあ、それも大事な話ではあるんですけど、ということで、発表の本編はここまでです。さて、 この発表は一応スポンサーセッションなので、最後に宣伝を2つさせてください。1つ目はハイアリング。我々は大々的に人材募集中です。今年のヘッドカウントは特にかなり多いです。オープンなポジションはいろいろありますが、特に今回の内容に興味や若ワ々クワクを感じた方は、ぜひ SRE チームのポジションに応募してもらえると、チームメンバー一同とても喜びます。やることはいっぱいあります。上のリンクが、 ベルダに関するオープンのポジションの一覧で、下のリンクが SRE チームのミッションや課題について説明しているブログ記事です。参考になると嬉しいです。二つ目はイベントの告知で、Yahoo さんと合同でプライベートクラウドに関する技術イベントをやります。社内のインフラ要件をどのようにサービススペックに反映していくのかという話や、 ネットワーク機器やサーバーなどのハードウェア選定みたいなコアの発表が予定されていて、個人的にもとても楽しみにしているイベントです。まだコンパスでは未公開の状態なんですけど、日程は4月8日からの16時からで確定しているそうなので、気になる方は予定の確保をお願いします。以上、ありがとうございました。